3という曲をやらせていただきました。ありがとうございました。星野源のコピーやらせていただきます。ゆるおみじゅさんです。よろしくお願いします。私、ギターやらせていただきます。しんとめと申します。今回、私はライブ2回目の参加になるんですけれども、こんな大勢のお客さんがいる前でやるのは初めてなので、ガチガチに緊張しています。今回、バンドメンバーなんですけれども、僕とゆうすけさん、ピアノの、以外は、初ライブ参加ということで、バンドになっておりますので、よろしければちょっと、軽く紹介させていただければなと思います。ボーカル担当の千秋です。先ほどのナナミョンではドラムを叩いてたんですけど、今度はスティックをマイクに持ち替えて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。前のダウントビーボーズさんが苦戦を張ってくれたので感謝をしたいと思うんですけど、そうですね、このバンド名は、星野源の音楽のコンセプトであるイエローミュージックというものから取りました。イエローミュージックって何なんっていう話なんですけど、アメリカ発祥のブラックミュージックを元にはしているんだけど、そこに日本らしさをプラスしている日本人の音楽ということでイエローミュージックとなっております。はい、でみんな今日は黄色でお揃いにしてきました。明るく楽しくをモットーに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。2月に、音家族に入りました、友和と申します。もともとベース自体は会社でちょこっとやってたぐらい で会社のバンド部が会社辞めた人間が多数いた関係で、頓挫してしまって、で2年弱ぐらいちょっとブランクがあって、ただ会社でやってた時ちょっと楽しかったんで、もう一回音楽やりたいなと思って入りました。で、2月に入ってすぐにバンプオブチキンの、スタジオライブの方に参加させていただいたんですけれども、2年弱のブランクがあって、で、ちょっと張り切ってバンプやったんですけれども、ちょっと張り切りすぎて今指が腱鞘炎の状態で、で、今もなお腱鞘炎と戦いながら弾いてるという状態です。なのでちょっと温かく見守っていただければと思います。よろしくお願いします。ではボーカルをやりましたナナコです。衣装チェンジしました。ドラムは4月から始めて、でドラムをやったきっかけは星野源さんが始めた楽器がドラムだったからです。頑張ります。次の曲に行きたいと思います。クレイジークレイジー。
ます。優しい人で、有名だからすごい大きいところでライブをするんですけど、こうやって遠くの方を見て、あ、ちゃんとみんな顔見えてますよって言ってくれるんですよ。いや本当に優しい本当に大好きなんで、こうやってみんなでバンドを組んで好きな人の曲を歌えて、すごい今日は幸せです。ありがとうございます。このバンドにはもう一人星野源さんをすごい好きな方がいて、ドラムの奈々子さんです。どんだけ好きかっていうと、星野源さんが結婚発表した時には焼け酒したほどです。今日はその焼け酒きっかけに仲良くなってくれた人が見に来てくれてるので頑張りたいと思います。では最後の曲に行きたいと思います。最後の曲は皆さんもよくご存知の曲なので、皆さん一緒に踊りましょう。聴いてください。恋、あ、
Thank you.